どうも、小田です。今日はミドルアイアンについて説明していきたいと思います。ミドルアイアンは7番、8番、9番くらいのことを指します。ミドルアイアンは前回のロングアイアンと多少異なる点は、少しボールを潰して打っていくようなクラブになっています。そのボールを潰すという点を詳しく説明していきたいと思います。このチャンネルではゴルフの練習やコースラウンドに必要なさまざまな役立つ情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。ミドルアイアンは前回も説明しましたが、この白いのがドライバー、この緑のボールがフェアウェイウッド、この白いボールがユーティリティやロングアイアン、そしてこの今日のミドルアイアンはピンクの真ん中に基本的にはセットする形になります。このような状態になっていきます。ミドルアイアンはロングアイアンに比べて打ち込むイメージという話をしましたが、打ち込むといってもこのボールがある後方線からこのようにかぶせるように潰すという意味ではなく、ダウンスイングでこの状態が捻転してこのボールに対してこのまま横からこれを打ち込むという形になっていきます。なぜ打ち込まなければならないかというと、ミドルアイアンはどちらかというとこのように押し込んでいったときにボールにバックスピンが少しかかってくると、グリーンに乗ったときにきちんとグリーン上に残すことができますが、トップボールやフェースを開いてしまって上を向いた状態で打ってしまうと、結果的にはこの7番アイアンのロフトが開くことによってピッチングウェッジなどの角度になってしまって、上がるだけ上がって飛ばないと縦の距離の距離感がずれるからです。なのでミドルアイアンは他のクラブに比べてこのように右手首の角度をキープして、もちろん下半身のリードは使いますが、このように右横から打つようにしていただくと、インサイドから背中からヘッドが降りてきて、このように打ち込んでいくような形が可能になってきます。それをほど説明したように、このように打ち込むというスイングが真上からこのように打ち込もうとすると、
構えた位置よりも手元が前に出るので、このヒール寄りに当たったりしてシャックというボールが出る場合もあります。基本的にはトップオブスイングからダウンスイングに入った時にこの状態から右横からこのイメージで振った時に腰が動いているとこのようにインサイドに触れていくので、きちんとロフト通りの高さと打ち出し角度ができていく形になります。必ずこのトップオブスイングの右手首の角度はこのままこの右向きのラインでボールに打ち込むようにしてください。そしてこの右手首の角度を作るにはテイクバックでこのように引いてしまうとこの位置、体のラインに沿った右肘の位置ではなく引いてこのようなトップの位置になってきます。そうすると右手首は曲がっていますがこのような動きになってきたり、もしくはこのような状態で振っていくと開いていくので、こういくと体を回転していくと場合はこのような右足に体重が残ったようなスイングになってしまったり、この状態で手首を使っていくと同じく先ほどのトップオブスイングができても手首を使うと出てしまったトップボールなどが出てきます。テイクバックはこのように引いていくわけではなく、肘を前の方に動かしていってこのような形で曲がっていくと肘がこのような抜けた状態にならなくなっています。つまりこういう動きで腕は使っていくとこのような動きになってダウンスイングで右からボールを潰すようなスイングができてきます。イメージはこの肘を支点にしてこの肘の位置を変えずに上がっていくとダウンスイングが右からボールを捉えていく形になります。そして最初は右を向いて打ち込んでいくので少しインサイドアウトになって右に飛び出すことがあると思いますが、そこから打ち込む状態を作ってからこの位置から腰がターンしているとこのようにインサイドに触れてくるので、このようにターンがこの位置から右を向いた状態で打ち込む意識で腰が回ってくると、ここでハンドファーストという形ができてそのままインサイドに振ってインサイドインの軌道になるのでボールがまっすぐ飛ぶ形ができてきます。またミドルアイアンはロングアイアンに比べて
どのくらい、どのくらい長さが違います。そうすると、ロングアイアンはこのくらいの前傾角度になりますが、ミドルアイアンはこのくらい前傾角度が深くなります。そうすると、いくらドライバーやアイアンなど打ち方が同じと言ってフルスイングを行おうとすると、この状態から前傾が深くなっているのにドライバーのように上げてしまうと、このようにオーバースイングになってきます。スイングクロックでも説明しましたが、10時、2時ぐらいでアイアンはフルスイングなので、体を回していって、この辺で十分10時の位置には来ているので、これ以上をドライバーのように上げようとしてしまうと逆にオーバースイングになってきます。ミドルアイアンはどちらかというと、狙った目標に対してブレを少なくしてグリーンに乗せる確率を上げていかなければならないクラブになります。なのでを引いて作ってしまう、このようにフェース面を開いてきたり手首を使ったりするとダフってしまったり、先に手首が返るので左に引っかかるようなボールが出て目標に飛んでいかないことがあります。右からボールを打つように練習をしてみてください。それではまた次回の放送をお楽しみに。バイバーイ。